どうもおはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。私は京都市会議員の平山隆夫、私東山区の、地元の、皆様にいつもお世話になっております京都市会議員の平山隆夫でございます。今週もこの今熊の商店街潜入地域の交差点の一角をお借りをいたしまして、私平山隆夫ただいまから街頭指定報告、朝の街頭指定報告の方を始めさせていただきたいと思います。東京から大きなマイクでお騒がせをいたしますが、どうかご容赦をいただいて今しばらくお付き合いいただけたら非常にありがたいと思っております。おはようございます。京都市会議員の平山隆夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。朝の熊本当番もお疲れ様です。ありがとうございます。さて、昨日松井浩二京都市長がいわゆる令和6年度のこれから5月市会が始まろうとしているわけでございますけれども、松井さんが市長になって、早3ヶ月が経過をしようとしているわけでございますけれども、その中で2次編成予算と位置づけた松井さんの思いを盛り込んだその予算の骨格が昨日記者会見等で発表されたというふうに私も伺っております。今朝の京都新聞なんかにも報道されておりました。予算の規模といたしましては、実は令和3年度の1兆円、これはコロナ禍における予算編成でございましたけれども、その令和3年度の予算編成に続く第一次編成と合わせると約9619億円というような形で、過去2番目の規模となる大型の予算編成であるというふうに私自身は認識をいたしております。その中で特に今般定住移住者といった皆さんを促進するために、例えば子育て世帯の方々に向けたいわゆる中古等の住宅の補助ですね、これは最大200万円というふうに聞いておりますけれども、そういった京都の市民の皆様を増やしていく、住民の皆様を増やしていく、そして定住につなげていく、そのような松井さんの思いの表れが今般のその予算政策であろうというふうに私は認識をいたしておりますし、また特に今般元旦に発生をいたしました能登半島の大地震ですね、大地震ですね、本当に一日も早い復旧復興に私たちも尽力をしていかなくてはならない、そのような思いを持っております。特に先日私自民党の本部に行ってまいりまして、全国の青年部長青年局長合同会議研修会というものが開催をされたわけでございますけれども、その時に自民党の石川県連から災害復旧いまだならず、なんとか支援をというようなこれご報告もございました。やはりまだまだこの被災地で苦しんでおられる方々がいらっしゃる、なんとしても私たちも日本国民としてその能登の被災をされた能登のみならずですけれども、被災をされた住民の皆様にしっかりとその一日も早い復旧復興が果たされるよう、私は京都市会議員という立場でございますけれども、そういった復旧復興に向けて頑張っていかなくてはならないというふうに思うわけであります。そういった災害、これはいつ何時まさしく起こるかわからない、まさか元日に元旦に発生するなんて思ってもいなかったわけですけれども、そういった震災はまさしく待ってはくれない、いつ何時起こるかわからないというような形であります。この京都からも多くの消防局の職員の皆様をはじめ、自治体の職員皆さん、これは石川県の能登の方へさまざまに支援の活動に向けてお手伝いに行っていただいているわけでございますけれども、この京都のこういった安心安全豪華防災守っていただいている消防局、また地域の消防団の皆様、今般消防団であったり器具庫、そういったものの回収費をもともと
一定の地元負担があった割合の部分がございましたけれども、今般の予算編成改正を受けて補助率が10分の10で、そして補助金額も新築をする場合最大1500万円までというような形で、例えば消防団の施設銀行であったり詰め所でしょうか、そういったものの施設改修にあたるその補助の充実、そういったものを図ることで市民の皆様の防火防災安心安全、そういったものにつなげていくんだというような、これ予算も提案をされているわけでございます。またその中で今般いわゆるこれは一つの実証実験という形で、まだどのような政策になるのかという部分は不透明な部分もございますけれども、まあ、例えば今市民の皆様が市バスに乗れない、観光客の方々訪れてくださる、非常にありがたいことでございますけれども、例えば大きなスーツケースなんかを持って市バスであったりそういったものに乗られる、そうすると市民の皆様が乗られるスペース少なくなる、まあ、そのようなお声もたくさん私も頂戴をしていたわけでございますが、まあ、今般そういったスーツケース、大型の手荷物ですね、そういったものを持たれた方を対象に各宿泊施設等を回るような、そういったバス、そういったものを運行させてはどうだろうか、そういう実証実験にかかる予算なんかもこれは提案をされております。いわゆるオーバーツーリズム対策の一環の政策であろうというふうに私は認識をいたしております。まあ、この6月1日からは、まずは土日祝日からという形ですけれども、観光特急バスというものも走るようになっております。この観光特急バスというのは、いわゆる京都駅から、おはようございます、京都エリア、また京都エリア、岡崎、金閣寺エリア、そういったものを直結でつなぐバス、そして普通の一般の市バスの初乗り料金は230円ですけれども、まあ、500円という形で設定をさせていただいて、ただ観光客の方々の9割近くが持っておられるとされる一日乗車券はその観光特急バスに使える、そういった形で観光客の皆様が乗られるバスの路線と市民の皆様、一般の皆様が乗られるバスの路線、その住み分けを図ろうじゃないかというものが今般の観光特急バスなんですね。そういったことで市民の皆様が市バスに乗れない、そのような課題が今山積をしておりますけれども、そういった課題の解決の一助になりうるのが今般の私観光特急バスであるというふうに認識をいたしております。でまたコロナ禍で約3年前、京都市は財政破綻するかもしれない、そのような不安を市民の皆様に抱かせてしまいました。誠に申し訳ない限りであるというふうに思っておりますけれども、この3年間集中改革期間というふうに位置づけをさせていただいて、市民の皆様の多くのご協力も賜りながら京都市の財政が破綻をする可能性というのは極めて低くなった、一定の財政改善の道筋がありがとうございますついた、そのような明るい、ありがとうございます、ありがとうございます、兆しが見え始めてきましたのもまさに皆様のおかげでございますけれども、今の京都市財政であります。その3年間休止していた様々な事業も今回の予算、そういったもので再開をしていく、まあ、そのような現れがある部分もこれはございます。まあ、特に私の財政の話はずっとこの間申し上げてまいりましたけれども、いわゆるこのコロナでフェーズが変わったというふうにもこれは言い換えることができる、いわゆるこれからのコストカット、コストカット、ずっとそういったものをし続けてまいりましたけれども、今ロシアがウクライナ侵攻に端を発していると私は思いますけれども、いわゆる原油高、物価高騰、そういった世の中でございます。さまざまな部分で値上げなんかが聞かれると思います。なかなか実体経済に見合わない、まだまだ皆様の生活、
苦しい部分があろうかというふうに思います。私自身もそうであります。なんとかそういったことにも対応していかなくてはならない、まあ、そのような決意を改めていたしておるわけでございますけれども、まあ、今この経済の基調がいわゆるデフレからインフレへと変わりつつある、そういった状況を基礎として、そういった状況を契機として、我々のこの行政運営、行財政運営というものも新しい考え方に臨んでいかなくてはならないということだと私は思っております。従前から私はデフレマインドからのまずは脱却をしなくてはいけない、これは経済学の考え方なんですけれども、合成の誤謬という考え方があるんです。いわゆるミクロで見ると正しいような視点であっても、マクロで見るとこれは間違った結論を生み出すんじゃないかということなんです。例えば地方公共団体、そういったところの財政が悪い、ありがとうございます、だから我々も含め公務員等の給料を削減しなさい、この事象だけ見るとありがとうございます、ありがとうございます、正しい、まあ、そのように感じられるというふうに思いますけれども、じゃあ例えば財政が悪いから、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ財政が悪いから給料等を削ろう、まあ、そのようなことになろうかと思います。そうすると次はどうなるのか、当然ですけれども削った分の給料、そういった部分の消費活動、社会経済活動、これは落ち込んでしまいます。当たり前の話です。例えば30万円の給料をもらってた人が25万になる、この5万円がもともと貯蓄もあったかどうかわからないけれども、消費活動に借り回ってたとしたら、この5万円分は落ち込むわけであります、まあ、それが1人2人3人なら多少の影響かもしれませんけれども、10人100人1000人1万人それにわたると大きな経済活動の損失にもつながってしまう。となるとどうなるのか、次は民間企業等のいわゆる景気が悪化をしてしまいます。民間企業等の業績が悪化をしてしまいます。そうすると次はどうなるのか、当然ですけれども業績が悪化した分、景気が悪化した部分、税収等が下落をする、まあ、これも当たり前の事象であろうかというふうに思います。そうするとどうなるのか、また地方公共団体等の税収が落ち込んだ部分、これ財政の悪化につながってしまうわけであります。そうするとどうなるのか、また公務員等の給料を削減しなさい、そのような議論にそろそろこれは終止符を打たなくてはならないのだというふうに私は強い決意を持っているわけであります。いわゆる身を切る改革、そのようなトレンド、風潮がもてはやされている今の昨今があろうかというふうに思いますけれども、私はそれをコストカット型経済というふうに申し上げておりますが、これは今に始まったことではなく、例えばここ最近では今から20年ほど前に小泉純一郎さんという総理大臣がおられました。いわゆる新自由主義、そういったコストカット型の経済の考え方が私は根底にあったのではないかというふうに思っております。その結果招いたのが失われた20年30年と呼ばれる、ありがとうございます、いわゆるデフレ社会、その加速につながったというふうに私は思っております。このコロナ禍が我々に与えてくれた教訓は一体何なのか、そういったことに思いを馳せなくてはならないと思っております。もちろん今新型コロナウイルス感染症類型で2類にあったものが5類相当になってから1年が経過をしようといたしております。もともと当たり前であった日常が戻りつつある、まあ、一方でありがとう、感染症というものはこれは分からない部分があります。まだまだ予断を許さない部分、予断を許さない状況、そういったものはあろうかというふうに思いますけれども、このコロナの時決して十分ではなかったかもしれないけれども、国、京都府これまでにないほどの積極的な財政出動を行ってまいりました。私冒頭申し上げましたが、令和3年度の京都市の予算は約1兆円、これは過去最大の規模での予算の編成であったわけであります。すなわち少し記憶にもあろうかと思いますけれども、例えば国が行った持続化給付金、
家賃支援給付金、そういったものもあったと思います。雇用調整助成金など。また、例えば飲食店等に対する時間短縮要請、それに伴う協力金、そういった政策があったことも、皆様の記憶に新しい部分かと思います。今日の日も、中小企業等物価高騰対策支援金、そういったコロナ対策、物価高騰対策に向けたの支援金、補助金を様々に構築もさせていただきました。その結果どうであったのか。普通コロナ禍、非常に厳しい経済状況ではございましたけれども、税収等は、これは実は伸び続けていたんです。これは増税したからとか、そんなんではないんです。増税はしてません。その通り。これは、金は天下の回り物というふうに、ご先人の皆様はよくおっしゃったものだなというふうに思いましたけれども、ありがとうございます。これまでよりも、ありがとうございます。ありがとうございます。多くの、要するにお金が世の中市中に出回ったという結果に他ならないのだというふうに思っております。要するに、様々に財政出動を伴う政策を構築することで、財政の好循環が生まれた。これは私、結果を見たらそのように感じる次第であります。いわゆるコストカット型、そういった行財政運営を行ってきた。それよりも様々に世の中に、市中にお金が出回る政策をする方が、要するに税収なども含めて様々な好循環が生まれるんだということなんです。今、岸田政権、好循環社会を生み出すんだ。まずは賃上げ社会、物価高騰を上回る、そういった賃上げ社会につなげるんだ。そういった政策を打ち出しております。この夏には定額減税、そういったものもなされます。詳しい話は私の平山隆夫チャンネルという YouTube チャンネルでも申し上げておりますけれども、まさしくそういった好循環が生み出される新しい社会、世の中をこれは導き出していかなくてはならないと私は思っております。私は約今から1年以上前の総括質疑において、当時の今もですけれども、坂口副市長とこれは議論をさせていただきましたけれども、いわゆるそういった私たちはコストカットの方が正しい。デフレマインドと私は呼んでますけれども、デフレマインドに陥ってしまっているんです。今こそそういったデフレマインドから脱却をする。特にこのコロナで大きく形勢が変わったと思います。局面が変わったんです。今こそ新しい考え方でもって、新しい行財政運営の考え方をして、好循環を生み出していく、そのような社会を構築していかなくてはならないのだと思っております。私、今から約1年前の統一選において、皆様のご支援のおかげで3期目の当選を果たさせていただきました。誠にありがとうございます。その選挙参戦もずっと申し上げておりましたが、皆様の所得の向上こそ、様々な福祉、行政サービス、そういったものの充実につながっていくんだということなんです。今の年金、社会保険、医療体制などありがとうございます。いわゆる現役世代の所得でもって、いわゆるシニア層、ご高齢者の方々のそういったものを支えている構図なんです。人口を増やしていくこと、それがまず大切でしょう。それに加え人口を増やすというのは、現役世代を増やすというのは極めて時間がかかります。まずはじゃあどうしたらいいのか。その現役世代の所得を向上させることが、そういった福祉の充実にもつながるんだということだと、私は確信を出しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今般、今日の文教育組委員会で議論がされるというふうにも伺っておりますけれども、いわゆる中学校の全員制給食、この東山泉も東学者のいわゆる7000年から9年生、また選択制の給食だと思っておりますけれども、こういった形でまだ時間は少しかかりますけれども、全員制給食に向けたそういった議論も行っております。その道筋をついているわけであります。
そういった形でなんとか子育てがしやすい、そのような京都にしていきたい。もちろん子育て世代だけではなく、全世代が市民第一主義で、市民の皆様が暮らしやすい京都市政を続き上げていかなくてはならないというふうに私は思っております。僕か観光客等の皆さんがたくさん訪れてくださいます。非常にありがたいことであります。ただ一方で、この東山、京都市内の面積では 1% 未満、人口も約3万5000人、京都市民が144万人いる中での3万5000人、この町に多くの方々が訪れてくださる。非常にありがたいことである反面、やはり住民の皆様からすると、日常生活を送ることさえままならない、特にハイシーズンなんかは非常にしんどい。また7月には4万、そして秋の行楽シーズン、京都のハイシーズンはすぐにやってまいります。いわゆるそういったオーバーツーリズム対策にも対処療法かもしれないけれども、観光特急バス、そういったもので対処をしていかなくてはならない。マナー啓発、そういった意味でやはり京都のルール、そういったものも知っていただかなくてはいけない。何よりもいわゆる観光地と呼ばれる場所には住民生活がある、点在している表裏一体なんだ、表裏一体である、そういったことをありがとうございます忘れてはならないわけであります。さまざまな課題が山積をしております京都市政でございますけれども、私はこの生まれ育った東山区から、そして京都のために、日本のために誠心誠意頑張っていきたいというふうに改めて決意をいたしております。ただ今自民党政治資金の負債問題と市民の皆様、国民の皆様の信頼を大きく損なう、失っている、そのような厳しい状況であろうかというふうに思っております。私自身は当然ながら国会議員じゃありませんので、派閥等にも属しておりません。そういった政治資金の負債問題関係はないというふうに思っておりますけれども、ただ市民の皆様からすると、同じ自民党所属なんだから関係ないなんていうことはないでしょうというふうに思われるのも、これは仕方がない当たり前の感覚であろうかと思っております。まあ、ことも申し訳ない限りであります。ただ一方で政治家の役割とはやはり真なくば立たず、勇気と真心を持ってしっかりと皆様に真実実を語っていくこと、お話ししていくことであろうかというふうに思っております。ただ一方でそのような真実事実、良き政策であっても信頼が立たず、信頼関係なくして皆様の耳には届かない、皆様の元には届かないのだと思っております。そういったことも含めながら、私は例えばこのように街頭に立ち、一歩ずつ皆様との信頼関係の構築、信頼関係の回復に努めていかなくてはならないと思っております。生まれ育った東山から京都のために、私市会議員の平山隆夫でございますけれども、誠心誠意頑張って頑張って頑張り抜くことを改めてお誓いを申し上げ、本日今熊野商店街、この千住寺道の交差点の一角をお借りをいたしました、私平山隆夫の街頭指定報告とさせていただきたいと思います。早朝から大きなマイクでお世話をいただきました。お付き合いをいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。本日もどうもありがとうございました。ありがとうございます。